はい、こんにちは、ジャムです。今回は初めの一歩ファイティングソウルの動画撮ろうと思います。ということで、日付が変わってね、8月7日になったんですが、実はね、8月7日でね、YouTube のね、チャンネル開設から、3年かな、3年が経つので、ちょっとね、あんま引く気なかったんだけど記念にね、いろんな今動画投稿してるゲームで、ちょっとねガチャを引こうかなと思ってるので、まあ、今回一歩はね、スペシャルガチャキャンペーンザ・チャンピオン、これね、一番上のやつ引いてみようかなと思います。とりあえず無料分からいきましょう。まあ無料分はね、あっさり、あ、とりあえず1個星5あるので、まあちょっと見届けるか。さあどうだ。あー、持ってるね。持ってるっていうか、まあ古いシリーズはちょっとね、メダルにしかならないんでね、そこはしょうがないんだけど、はい、こっちは星5ないね。本当はね、1周年まで石貯めといた方がいいかもしれないんだけど、まあブライアンホークも来てるし、まあチャンネルの記念日ってことでね、これちょっと1回あまりに引きがひどかったら2回行っちゃうかもしれないっていう感じで、ちょっと引いてみようと思います。まあなんかチャンピオン剣玉出たらね、一発で撤収するかもしれないですって感じで、行きましょう。さあ来い、行け。さあ頼むぞ、なんとくれよまあブライアンホーク、一方伊達さん、その3人よ。さあどうだ、チャンスは4回、違うホークなあ、違うホークなんでよ。はい、じゃあちょっともう一回行きましょうか。これは行け。さあどうだ、今度こそチャンピオン、チャンピオン剣玉。うわ、1個しかねえ。これはちょっとダメか。ああ、そうか。ああ。ああ、激アツモード。割引500終わっちゃったんだけど。わかった。もうここで仕留めよう。また石なくなっちゃうんだけどね。ここで出そう。もう伊達さんかホークか一歩。さあ来い。うわー、こんなすっからかんになるまで引くつもりなかったんだけどな、初めは。ここでもう3枚抜けばね、完璧だけどね。大逆転勝利。おし、これはどうよ。あと2。うーん、あーんてこったはい、というわけでね、まあ、ちょっとこれ以上は引けませんね。そんなわけでちょっとね、まあ、チャンネルの記念ってことで、ね、ガチャを引いてみたんですが、残念ながらチャンピオン剣玉は出ずということで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。まあ、他のゲームもね、何か今来てるガチャをちょっと引いてみようかなと思ってるので、それについてもよろしくお願いしますということで、今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。よいしょ。